はい。えー、羽生うずるプリンデート速報をお伝えしていきたいと思います。えー、ゆめさん、どうもです。かぶくん、こんにちは。えー、プリンデートの時に食べるプリンは、結局、プッチンプリンにしました。えー、今日プリンを食べながらテレビを見るのと言ったら、何でと聞くので、えー、黒柳徹子さんと羽生さんのスペシャル版があるので、えー、その時に食べると言ったら、笑ってきました。えー、固めのプリンを探していたら、 プッチンプリンの大きいのにすればいいじゃんというんで、えー、プッチンプリンにしました、うん。大きいプッチンプリン、お皿の上でプルプルと考えただけで幸せです。そういえば大きいプッチンプリンってありましたね。あの、3つ入りレーつはちっちゃかったんですが、大きいのは1つだけで大きいのはありましたよね、うん。でもあれ、たまにプッチンの失敗して、あの、落ちない時ありますよね。うんあ。ありましたよね、確かね。うん。 プッチン失敗カオリンさん、よろしくお願いします。えー、かぶくん、こんにちは。今夜、プリンデートするために、いつものケーキ屋さんに行ってきました。いっぱいケーキがあるで、プリン、プリン、プリンを探したんだが、は、ない。ないということですね。ケーキ屋さんにプリン、あ、売ってますね。なんか、ババロアみたいなやつですよね。 うん、ババロは結構僕好きなんですよ。えー、あルうことか、いつもあるプリンがないではないかと、仕方なくマロンのケーキを買って帰宅して、昼寝をしたら、あら、夕方になってしまったということですね。うん、これから晩ご飯の支度があるので、本日も元気に学校に行った長女に急いで LINE して、プリンを買ってきてもらうことにしました。あ間に合いますもんね、夜の7時からなんですよね。 さて、私のプリンは無事に帰宅するのかなえ今日ほど娘の帰りが待ち遠しいと思うことはない。ゆうずる、ルルル、ゆうずる。ゆうずる、ルルル、ゆうずる。待ち遠しデート。はい。プリンは届きましたでしょうかね。あの、まだ僕実はプリンデートしてないんですよ。うん。これから t ーバーでね、見逃し配信を見ていこうと思って。皆さん見終わりましたよね。うん。え、でもマロンデートも悪くないですね。うん。 なんなら、マロンプリンとかでも良かった気がしますよね。うん。えー、195t さん、よろしくお願いします。私もプリント、プリントたらこ、プリントたらこ買ってきました。 これ、たらこって急に言われって笑っちゃいますよね。これ、全然違うなんか話とかでたらこ出てきても笑っちゃったりすると思うんで、なんでこの人たらこで、たらこで笑ってんだろうって思われちゃいますよね。うん。プリンはいつもは3個パックとかを買いましたが、えー、今日は手作りっぽい西を買ってみました。えー、食べたことないんで、味はお楽しみということで、うん。今日は一日中お天気の良い爽やかな一日でした。ほとんどいつものように、えー、部屋の中で過ごしましたが、えー、午前中、羽生雲 SP を見た後に、えー 物干し、えー、作りを、あ、煮干し日干しですね。日干し作りをしましたよ。うん。今日実は僕も羽生君を見ました。後で紹介したいと思います。うん。1つけ、ヒ、え、ューガナツ、ヒューガナツって言うんですね。ヒュ、えーガナツの皮、もう一つはキハダマグロのアラを煮たものを小さく切ったものを干した煮物です。ヒ、え、ューガナツの、えー、皮はとてもいい香りなので、えー、チンピですかね。チンピにしてですね。 あの自家製スパイスに混ぜてみようと思います。ヒューガナダツっていうのはヒューガナダっていうのは聞いたことありますがヒューガナッツっていうのは知らなかったですね。うんえー、これは何どういうやつなんだろう。ヒューガナダツというあみかん知らなかったです。みかんなんですね。あのヒューガナダタっていうのはそれこそ九州あたりですよね確か。違うか違うか文豪数道かそれは。うん。レモンみかんみたい。あ <laughs> レモンみたいな、レモンミカンさんじゃない。レモンみたいな色をして、皮の、外の皮を薄くナイフなどでむいて、白い部分ごと食べます。うん。白い部分が他のミカンよりも厚く柔らかくて甘いのです。え私はサラダに何混ぜて食べてます。え香りも良くてえ、味も良くて大好きです。うん。知らなかったですね。ヒューガーナッツっていうのは皆さん知ってますかね。これは九州特産とかですかね。 うん、えキハダマグロは、あらが安くてえ売られていたので、ワンコのご飯のトッピング用と一部でおやつを作ろうと思って干してみました。今日一日でいい感じに、ジャーキーっぽく乾燥してきていますので、後で与えてみようと思います。え気に入ってくれたらいいんだけど、あ、本当ですよね。ご飯朝ご飯でね、なかなか食べてくれないということなんで、ね、これ気に入ってくれたらいいですよね。夜,夜ご飯はワンコちゃんた、ちゃんと食べるんですかね。うん ねえうん。はい、えー、アーニャさんよろしくお願いします。カムさん、こんにちは。えー、東和薬品の cm は羽生さんと徹子さんは別撮りですよ。うん、えー、メイキングエースは見たことあります。えー、羽生さんはいつもの仙台北部の撮影スタジオえー、もしかしたら歌合戦がハータイムだったのかしら。うんあ、そういうことですよね。ってことは東和薬品の時は？ えー、羽生さんと徹子さんは会わなかった可能性が高いということですかね。うん、ってことは歌合戦の時になんかねいろいろこうあの交流がありましたがあの時が初対面っていうことなんですかね。うん、でそれからあっという間に徹子の部屋まで来てしまったんで。ね、うん、えー。美輪様公安のプリンデート。 こんばんは、どうもです。いよいよ本日、羽生結弦さんと徹子さん、そしてファンの皆様との楽しい、嬉しい、ドキドキなプリンデートですよ。徹子の部屋まであと38円、もう終わってしまいましたけどもえ、カウントダウンが始まりましたよ。私も楽しいイベントにあやかり、阿蘇のプレミアムプリンを昨日、今日は少し豪華に、栗クリ,クリームに生クリームをトッピングしたモンブランプリン、えプリンモンブランも買ってきて、え二刀流プリンを用意しながらえ待っています。ほ,ほう。 やっぱりあの えーま、マロンプリンっていうのあるんですね、えー。マロンプリン、あ、モンブランか。あ、モン,モンブランですね。うん、えー。番組内でプリンがいつ出てくるのか楽しみですね、えー。録画をしていたら、おかわりプリンも何個も食べられますよ、えー。食べ過ぎには注意ですが、勇気あれば、たらこもまさかのちょいたらこを試しあれ。おぉ、あと32分。では、キュンキュンをしながらプリンデートを楽しみましょうね。うん。いやーね、本当ね、コーラとポテチ足らぬ、えー、プリンとたらこになってますよね。 甘いもんと、ちょっとこう、塩辛いもんの融合っていうのは合いますからね。うん。合わないか。えー、京子さんよろしくお願いします。かぶくんこんばんは。えー、ファンタジー5回目挑戦、発表日、ふ、う、ふ、ふ。わはは、笑うしかない。えー、落あ、落選？落選で別に笑,笑えないですね。落選らしいですね。どうやらゆでたゆでごゆ,ゆずるちゃんに嫌われたようだ。今から徹子の部屋見て念を送ると。あ、いや、これはちょっと笑うしかないって。 感じますかね。うん、いや受かっ、ね取れてね、ねプリンデートしたかったですね。いやこれは残念です。うん。藤原うまこさん、よろしくお願いします。かぶお疲れ様です。えー、宮様の声掛けで、皆さんも準備万端ですよね。うまこも昨日からプリン6個準備しました。うん、息子とうまこ用。えー、プッチンプリン2個かける2個と、片目めプリン2個。えー、プリンは10年以上食べていませんので、さあ、濃いですね。ほうほうほう。う 10年以上食べてない。うん。さあ、鯉、鯉、鯉。うん。鯉というのは不思議なものなんだ。ああ、なにこれなにこれ太鼓ってさ、あ太鼓忘れたタ羽生君またねという。え、これなんていうんだうこれな、マグロコ、太鼓ですよね。 なんでしょうねうん。ねなんかあの歌歌ってる歌手の方でしょうかね。うん。そういえばすぐに文枝さんも引退する時プリン酒屋君に食べて「わなんか現役中プリン食べてなかったからなんか」って言ってましたね。うん。懐かしいなって思います。うん えー、皆様、これはあれですよね。えー、っとね、徹子の部屋ですよね。うん。先に高嶋真さ子さんが親子から出て、今、森ファミリーが森泉ちゃんですかね。そして森さんのお孫さん、次ですね。8時くらいからでしょうかということみたいです。ピンポン鳴ったら、はい。自分の家に来た気分になりそうですね。うん。という感じみたいですね。高嶋真さ子さん。あ、出、ね、るってね、言ってましたもんね。うん。 イピ P さんよろしくお願いします。CM ごとに羽生くんをちら見せ、ちら見せで、えー、羽生くんは最後、3番目ですね。うん、あそういう感じで、ちら見せがあったんですね。えー、ちら見せでプリン食べているところ、を少し見れました。おおなるほど、なるほど。その箱全部いけますとか言ってるみたいという声ですね。プリンの銘柄が、あプリンの銘柄なんでしょうかね。 <laughs> これ、これ、ちょっと待って、あの、明日、このプリンの銘柄の株、明るる可能性ありますよ。<laughs> 明日から注文殺到で大変なことになりますね。さて、どうなりますやら。ではまた、いや、楽しみですね。どこでしょうかね。グリコとかですかね。うん。え、皆様、プリン、出ますよ。あ、1200円。千二百円のプリン。え、名古屋コーチン、何これは。 な来るよ来た四角いはいお酒にどうぞ好きってめちゃくちゃ好きもっと食べたいらしい、えー、滑る前のプリンは現金らしいわということですねなるほどえなぜですかこれちょっとあとで見ますねうんプリンっぽくなっちゃうからですかねあカオリンさんから名古屋の鍋つさんですか ナビみツさんのプリン。ああ、聞いたことなかったですね。ちょっと、えー、プリンでしたね。すぐ HP を開いて、3個カートリー入れたら動きが鈍くて、多分ギリ売り切れに、羽生くんが食べたプリン、私も食べたい。えー、感想は後ほど、じっくり私も愛を語りたいということですね。ナビみツさんでゃなね。なべさんのプリンでした。ということですね。ちょっと僕は聞いたことのないプリンで、名古屋のナビみツのプリンらしいですよ。 うん、え皆様をまたお越しください。プリンご用意しておきますから、今度は別のプリンを、え本当にプリンが好きみたい。ちょっとミニチいてをしました。ほうほうほう。プリン、羽生選手、そんな好きなんですね。でも、え黒柳徹子さんも食べられてましたかね皆さん、ゲストの方たちも皆さん。うん。えレイヤーさん、どうもです。カブくん、こんばんは。私もプリンデート参加しましたよ。羽生くん、とても素敵でした。うん。いやでも、プリンを食べる羽生くんってでもなんか、 なんか想像がつくんですけどね。うん。つきますね。うん。でも、黒柳徹子さんの想像もつきますね。うん。で、デイアさんも言っ答です。皆様ありがとうございました。ちなみに私はファミオンのプリンでした。いや、全然いいですよね。うん。ねコンビニのプリンとかでも。うん。ねえ、あの、愛があれば何でもプリンになります。 はい。え、藤原美子さん、もう一度です。え、かぶくんお疲れ様です。え、ただいま、え、日本は21時です。え、無事に徹子の部屋終了いたしました。やっぱりフィギュアスケートができるスケート、あ、作りたいんですね、ということですね。うん、あ、そういう話があったんですね。これは、 後々僕も聞いていきたいんですが、あー昨日ね、やっぱそういった話、おとといとかしてきましたけども、やっぱ羽生選手、フィギュアスケートリンク欲しいんでしょうね。うん。頑張って応援をしていますよ。え、徹子様の後継者、羽生選手でお願い申し上げます。え、羽生譲るの部屋、あ、そう、譲るの部屋、僕も期待していますよ。うん。カブくんいつもありがとう、おやすみなさいませね。また明日ね。うん。あの、将来僕も譲るの部屋ができるんじゃないかと思っていて、これは、えっと、 ねえ、それを期待していきたいと思いますが、やっぱりリンクが作りたいっていう話があったんですね。おちょっと気になりますね。うんなるほど。跡部陽子さんどうもです。カぶ君こんばんは。えー、徹子の部屋、プリンデートは見ましたよ。副題につけちゃった。うん、あ、副題で。ねえ、羽生結弦選手も、黒柳徹子さんも、楽しそうで、和やかに見れました。一番最初のコーチ、山田コーチ、怖かったですね。うん、山田コーチ。山田コーチって山田真知子先生 かなうんでも山田コーチがいなかったら今の羽生結弦選手はいない,ないですよね名古屋コ、えーチンのプリン、えー、1200円は高いけど美味しそうというね、うん、やっぱり数年営業のリンクを作りたいのですねああやっぱそこ結構強調されたんですね、えー、自分のためにだけじゃなくて未来のスケーターにも欲しいですよね、えー、10年後もスケートをしていて3回転はもう飛んでるそうですうん、えー、テラサで あの未公開してもあるということですねテレ。テレサ、テレ朝ですかね。うん。あ、テレ朝ですね。で、あ、ありがとうございます。ちょっとこれ、はネタバレということになるんですけども、そういうことみたいですね。山田コーチっていうのは、ちょっと分かんなかった。あ、待って、知ってるかもしれない。ちょっとここ、ここら辺、もうっと見ますね。うん。都筑先生じゃなかった。山田コーチ。なるほど。うん。 えー、カオリンさんよろしくお願いしますカオ君皆さん愛しの羽生結弦さんとのプリンデートは楽しめましたが、いや僕まだなんですよ うん、ちょっと今日あたり無理かもしれませんね。あの、遅れながらもね、プリンデート僕はしますんで、うん。私はいつも行くケーキ屋さん、今日はプリンが陳列していなくて、え娘にパステルのプリンを買ってきてもらってデートを満喫しましたよ。名古屋のもつ鍋さんやえ、鍋水のプリンはネットでも注文できて、参考以上で送料無料だそうですえ。すぐにカートに入れました。買えず、買えず。おあ早速爆、え爆、なんだ。 入ってんすかね入荷のお知らせメールが登録,登録しましたよえ。羽生結弦君、顔え、太くて顔が小さい。えお肌もチやチやで、さすがに雪性の CM に出演されているだけであると。納得の美肌え、スケートをしていないときでもキラキラオーラ、オーロラ級の輝きが。えスケートをしているときはスポットライトを一緒に浴びてえ、滑った氷がキラキラ、さらにキラキラが増しますね。え過去の試合の海外解説者の字幕付きを見るのが楽しく ての世界でも見てますよ、えー、衝撃でしたもん。うん、羽生結弦さんのプログラムを初めて見るときはドキドキゾクゾクする何とも言えないくらいに鳥肌が立ちますね。わあ、敵うんねあのね、そういう感じですよね。で、えっ、ー、と、どうなってはいうまくはちゃんとできるかな親心。 目線で見てしまうほっとけない感じがする、えー。初めての全日本選手権大会。えー、初めての国際試合。はい、初優勝すごい。中、うんえー、学生の時から別人次元だったと幼い頃に指導をしてくれた先生が証言をしてくださっていましたね。この先生は山田先生ということですかね。そしてル,ルルル,ルルルルルルルがどうしてもユうずる、ルルルルユうずるに聞こえてしまう。いやー、これはね、まあ始まる前にそのコメントも入ってましたからね。ももううそれはもう どんまいですよね歌うのはい「い譲るの部屋」ということであでも譲るの部屋ができたら多分「ゆずるるるゆずる」になるんじゃないですかね曲がねうんあの『徹子の部屋』の後継者って羽生選手かなもしかしてねちょ一瞬僕は頭よぎりましたねうんねえ えとレモンミカンさんどうもです、えー。徹子の部屋でプリンデートをしてまいりました、えー。羽生さんが一口目を食べるタイミングで、たまたま同時に私も一口目を食べることとなってしまい、えー、娘27歳も一緒に揃ってテレビの前で、偶然ですが、きゃ恥ずかしい、楽しかった。羽生ゆずさんが怖いものは、は4歳から7歳まで、えー、習ってた山田真美コーチでした。あこのコーチは僕存、存じ上げませんね。山田真美コーチ。 知らなかったです。今、初めて知りました。ほほう。皆さん知ってましたかね山田真美子うち。全然知らなかったですね。ひどい全国あ、山田真美子うちは、ひどい、全国放送でやめてもらいたいと言ったら、羽生さんは両手で顔を隠して笑っていらっしゃいました。ネタバレになるんで、また後でコメントしますね。おお気になりますね。たらこは忘れてました。たらこね、忘れちゃったですね。 ただこ唇で許しましょうっていう感じですかね。うん、えー、待ってえ、山田真美コーチって僕知らなかったですね。あの都筑コーチとか、えー、それから阿部先生は知ってましたが、山田真美先生、今知りましたね。ほう、気になります。うん。仙台の先生ですよね、きっと。うん えー、花束助さん、よろしくお願いします。いやー、可愛かった。山田真美先生、羽生少年のこと、天才って言い切ってましたね。えー、怖いってい信頼関係がないとなかなか全国放送で言えないわ。もはやネタかなうん。プリンは想像の斜め上を行く四角でした。あ四角ね。四角プリンっていうのは、これは想像ができないんですけどね。うん、えー。超美味しそう。食レポも自然体でよかったということですね。うん。 なるほど。ああ、楽しかった。配信も見ようかなと思っています。えー、カむくんも見たから、いやえ、僕ね、見てないんですよ、全然まだ。うん。TVer で見逃し配信をこれから見ようと思っていて。うん。ね、それではおやすみなさいませ。いやあ、楽しみですね。えー、TVer これ、徹子の部屋で見れますよね、っとね。うん。僕はプロトン BPN をあのセットして日本に、うん、見ますから、あとでちょっと追いつきたいと思います。うん。